はい、谷内です。本日も動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。今日もですね、美容健康に関する有益な情報をあなたにお届けしたいと思います。それじゃあよろしくお願いします。はい、今日のテーマはですね、この輝く時代という話をさせていただきます。はい、これどういうことですかっていうと、まあ、2020年、まあ、オリンピックあって、まあ、日本はーってなって、でシューンってなって、まあ、そうなってから、どういう風になるのかなって思った時に、やっぱりこの時代なんですよね。でこの時代っていうのは、まあ、ちょっと話戻して、今までってじゃあ何なのっていうと、やっぱ組織の時代なんですよね。やっぱり大手企業に就職して給料もらって、その間に貯蓄して、で引退したら老後の、まあ、いわゆる老後の蓄えを用いて、年金もらって、修正するみたいな、そういった価値観だったと思うんですよね。で僕の、まあ、父親おじいちゃん世代っていうのはそうやって育っているわけですよね。でも実際、まあ、終身雇用制ってもう崩壊して、ね、大手企業って言われてた、まあ、電化製品とかそうですよね。パナソニックとか日立とかシャープとか、ああいったところが、人員削減をして、まあ、中国とかで買収されたりとか、規模縮小したりとか、まあ、してるじゃないですか実際。だから今までみたいな、大きい組織に属してたから大丈夫だっていう時代じゃなくなったと。でまあ、つい昨日ですけどね、あの後期高齢者75歳以上の方の医療の窓口負担も増やしますよ、2割にしますよみたいなね、話も出てきてますよね。まあ、つまりこの人生100年時代、100年ですからね、だから話が変わってきてるわけですよね。100年の人生の中でってなった時に、80年で死んでたのが100年になったっていうことは、まあ、単純計算20年以上今よりも働く期間が長くしないといけないですよね。働く期間が長くなるわけですよ、でちょろっと老後みたいな、厳密に言ったらもっと死ぬまで働くみたいな、ことになる可能性があります。まあなると思います。でそうなった時にじゃあどうしたらいいんですかってなったら、やっぱこの力で、お客さんを呼べる状態になる必要があるってことですね。まあ実際僕もこうやって YouTube で情報発信してね、YouTube 見てお客さん来てくれたりするんですけど、まあ、それも一つの方法としてあると思うんですよね。まあ、他にも無限にありますよ、この力で、仕事できる方法はもう無限にありますけど、まあ、そういったいろんな方法がある時代になったなというかね、何でもできる時代になったからこそ、やっぱり個人が輝ける時代になったんじゃないかなと思っています。まあね、オリンピック終わってから、まあ、何がどうなるか分かんないですけど、まあ、おそらく普通に、何でしょうね、今現状、まあ、働いている方、まあ、サラリーマンとか OL の方もやっぱり自分の好きなことでご飯食べていきたいなとかって、まあ、なってくると思うんですよ単純に。だってね、人生自体が長くなるわけで、できることも増えてて、いろんな仕事が、多種多様な選択肢が増えていく中で、やっぱり自分のやりたいことって出てくると思うんですよね。でそうなった時に、どっかの会社の一社員じゃなくて、この子が輝く時代になると思うんですね。だからいろんな価値観があったりとか、いろんな商品サービスがあって、まあ面白い時代になるんやろうなっていうふうに想像してます。はい、なんで、まあ、この動画で言いたかったのは、まあ、これをご覧のあなた、当然この動画をクリックして見てるくらいですから、やっぱり自分の好きなことでね、輝きたいと思っている方だと思うんで、すごいチャンスだと思います。なんでいろいろね、チャレンジしていってほしいなと思うし、まあ、僕もなんか協力できたらなと思ってますんで、はい、まあ、ちょっと楽しみにしておいていただければなと思っております。はい、チャンネル登録までの方はこの辺のボタンを押していただいて、まだ何か、質問ありましたらコメント欄に書いてください。
はい、LINE 登録、メルマガ登録もお待ちしております。無料プレゼントありますんで、見てみてください。はい、この辺に出ていると思います。はい、そしたらこの動画は以上です。さよなら。